ニューマです。よろしくお願いします。はい、はい。はい、じゃあ後編も早速アトラスニュース記事読ませていただきます。うん、まず一つ目はですね、またこれは芸能人絡みのお話ということで、うんうん、幽霊が出たせいで番組を遅刻、うん、ビートたけしの心霊体験あれこれと。これ知らなかった、たけしさんの話。たけしさんの話を、まあ、この話自体は、うん、初耳でした、私。いや、知らないんだ。ちょっとわかんなかったですね。ひょうきん族の収録、うん、幽霊が出たから遅れるっていう、当時有名だったんだよ。知らない、うん。私も知らなかったです。お化けが出たから。ひょうきん族はよく見てましたよ。うん、俺たちひょうきん族、うんはい。あれは確か8時全集もの裏だったんですよ。そうなんです、裏なんですよ。お、花畑ね、兄が捨ててーとか。はい。とみがなやってピーヒャルだなー。はい、知らない？それは知らないです。あの、たけちゃんマンと。たけちゃんマンと。たけちゃんマンと、うん、あの、さんまの絡みの歌。あ、ちょっとそれは知らなかった。知らないですか。あみだくじな歌。あみだくじ。そうそうそう。あみだくじとか。サラリーマンとも言いましたよ。サラリーマン？うん。2、3回で知りましたけどね。へぇキャラクターが。はい。ちょいちょい変わってましたよね。うん。はい。ブラックパーデンネンとか、ブラックデビルとか。しかも、パーデンネンってね。ね、懐かしいお話。しかも、阿弥陀ババアって確か桑田佳祐ですもんね、確か作ったの。うん、そう。そうなんですか。へぇ意外と豪華なんです。そうですね。はい、ということで。はい、はい。心霊体験を、した芸能人というのは珍しくない。それは大御所ビートたけしであっても変わらない、うん。これまで彼が遭遇したという心霊体験はいくつもあるようだ。ある時、彼がロサンゼルスの高級ホテルに泊まった時のこと、一番良い部屋を用意されたということだが、部屋に入ってみると壁が塗り替えられている痕跡があり、変だなとすぐに違和感を覚えたという。気にしないようにしようとリビングルームで座ってくつろいでいると、今度は体がどんどん苦しくなってきた。長旅の疲れかと思い、ベッドルームに移って横になると、グワングワンと変な音がし始めた。この部屋はおかしいと察した彼は、当時のマネージャーに頼んで部屋を交換してほしいと申し出、今度はその部屋にマネージャーが入ることとなった。しばらくすると彼の部屋のドアを叩き、開けてくださいと叫ぶマネージャーがやってきた。部屋に入るや否や、あの部屋ダメですと青ざめた顔で語っていた。後にこのホテルはかつてアメリカの俳優コメディアンであった、ジョン・ベルーシが客室で死亡したホテルであったらしく、たけしは、ジョン・ベルーシ知らないです。あの、ブルース・ブラザーズだろ。はい。あのバブルガムブラザーズがカバーしてた2人組のオリジナルの方です、はい、アメリカ人の。モンピー・ロングとかのやつ？いやいや、それはあのバブルガムブラザーズがもともとフューチャーしてる、うん、彼らがコピーしたオリジナルの方ですよ。へー、知らなかったです。あ、そうですか。はい、そうなんですよ。死んじゃったんですよ、はい、ホテルで。ホテルで死んで、うん、まあ、あの、ビートたけしさんは、うん、自分がいたその部屋こそが亡くなった部屋だっていうふうに考えてたと。うん、まあ、そんな感じで。うん、まあ、この他にもですね、うん、大阪の千日前デパートと並んで心霊スポットと囁かれているオリエンタルホテルで幽霊を、まあ、ビートたけしさんが見たとか、うん、あとサイパンの高級ホテルに、うん、まあ、みんなで宿泊した際、日本兵の足跡が一晩中鳴り響いていたのを聞いたという話もある。うん、はい、最も伝説として語られているのは、かつて彼が住んでいたアパートに幽霊が出て、しかもそれが原因で収録に遅刻したと言われる、いわゆるお化け騒動だ。うん、1980年代前半、俺たちひょうきん族が放送されていた時期のこと、当時彼は四谷のアパートに移住して、居住していたようであるが、うん、そこは窓を開けると墓場になっている不気味な雰囲気のアパートであったという。たけし軍団の一員であるつまみ枝豆もその部屋で突然足をつかまれた体験をしたそうだが、うん、その時は部屋を借り始めたばかりだったということから、うん、まあ、本人には黙っていたと。あれ？あれ、その体験っていうのは、枝豆さんが一回出て行って、はい、あの、なんか忘れ物を取りに行った時に足を捕まえたんだよね。ああ、なんかそんな感じでしたね。そんな感じだったよ、ね。はい。しかし、一方の彼は毎晩のようにバチバチとラップ音のようなものが夜通し聞こえてくることから、寝られない日々を過ごしていたそうだ。うん、ある時、とある収録現場にいたタモリがスタッフとリハーサルをしていると、ゲストでも何でもないビートたけしが突然現れ、タモリがどうしたのか聞いてみると一言、お化けが出た。
と言っていたという、はい、どうやらこれはひょうきん族の収録をお化けが出たという理由で休んだ当日の出来事であったらしいと、うん、このエピソードは笑っていいとも最終回のテレフォンショッキングにてビートたけしとトークの中で語られてたが本当に出たの、うん、というタモリの問いに対して彼は何も見てないと答えた、うんうん、まあ、その時は答えたと、うん、遅刻や休みたい時の言い訳に過ぎなかったのではないかというコメントは多いが、うん、妻枝豆はこの時の話については実際に見ていると断言している節もあり、うん、実際彼からじいさんが座っているといった話も耳にしている、うん、結果四谷のアパートは1ヶ月ほどで引っ越してしまったそうだ、うん、まあ、番組ではタモリの前で何にも見ていないと公言したものの、公には、ギャグの一環として扱い実際に見たとあえて言わないスタンスを貫いた結果の答えであったのかもしれないと、うん、まあなんかいろいろ見てたのかなという、うん、なんか、まあ、四ツ谷はいろいろあるからね、まあ、四ツ谷って聞いただけでなんかいろいろ、俺もともと江戸時代地獄谷だったんだよ。あ、うん、地獄谷って言われてる場所があって、うん、はい、あの今でもね、あの道路工事やると頭蓋骨が出てくるんだよね、うん、ああ、うん、セルさんがだいたい東京にいた時に、うん、セルさん役者の卵をやってて、うん、東京で道路工事やったんだよ、バイトで。へえ。四ツ谷で掘ってた。セルさんって女性のセルさん？このセルさん。道路工事のバイトしてたんですか？道路工事のバイトやってた。はあ。もう続々と頭蓋骨出てくる。へえ。そうなんです。そう、地名にもね、なんかありますよね。昔、うん、お墓だったとこの地名とかね。うん。うん、まあ、はい、ありますよ。ありますね。四ツ谷といえば。そんで、まあ、先生もいろいろなところを回ってらっしゃるから、うん、いろんなホテルに泊まって、いろいろと怪異現象とかね、ホテルであったり。あったでしょ。俺撮った、ブーンブーンと、うん、あの、オーブが飛んでるやつありましたね。うん、明らかにああいうホテルだともう最初からわかりますもんね。最初からわかりますか？あ、ここはと思うと。あ、うん、はい、これ来るな、来るなってわかりますよ。はい、へえ、うん。いや、私はそういうのね、ないですね。ないです。なんかホテルに入って、なんかここは嫌な感じの部屋とか、そういうの全くなくって。いや、だってもう考えてるのは、ドーミーンってどうやってアイスクリーム食べようかなとか。そういうことだ、考えてるから。もう、だから、美味しい夜ご飯食べて帰って。夜泣きそばにいつ食べに行こうかなとか。そういうことばっか考えてる。そういうこと考えてますからね。だから、うん、全然その悪い気配とかはね、全く感じなくって。うん。ね、いいです。だから、なんていうか、絵の額縁の裏にお札が貼ってあったらダメとか、そういうのはあるけど、うん、なんか、見たこともないですね、それ。いや、最近は額縁の裏に貼らないですよ。うん、へぇ、どこに、どこ貼りますか？マットの下。ベッドのマットの下に貼ってる。おうおう、へえ。だから本当にやりたいの全部ひっくり返さないの、ね。まあでもね、全然入った時嫌な感じしないんで、そこまではしないですよね。いや、もう幽霊も呆れてますよ。呆れてますか。いいですよ、幽霊が。それ言ったら、あの、集団ヒステリーとかで有名になったある学校の修学旅行の、うん、あれでなんか前の日になんか宿泊した旅館かどっかで、なんか天井を開けたら500円玉がいっぱい出てきたみたいな。へぇ、なんでなんかそれを見つけたっていうので、それをなんかいろいろ悪いやつが持って帰ろうぜみたいな感じになって、その次の日になんかバスで、なんかみんなで走行してたら、なんか集団パニックを起こして幽霊が騒動になったみたいな、なんかそんな話もあった。結構有名な話ですね。500円玉持って帰ったから、なんか罰が当たったとか、そんな感じなんですかね。なんかそんな説がある。天井裏から大量の500円玉の入った箱が出てきた。何の500円だったんでしょうね。お賽銭か、それ。わかんないですよ。それもわかんない。今思い出した。私ね、500円玉貯金っていうのをやってて、こんななんかね、なかなか取れない箱に500円玉いっぱい貯金してて、うん、どこ行ったかなって思っちゃった。どこ行ったかな。どっか、あの、なくなったんですか。引っ越しとかね、いろいろしてるうちにどっか行っちゃうんですよ、いろんなもの。どこに行くんですか。で、そういえばそういう箱があって、結構500円玉貯まってたなって今思い出しちゃった。はい、したらもったいないです、ね、もったいないでしょ。見つけないとね、盗んでも分かんないよね。盗めないって。はい、こういうね、はい、そういう感じ。はい、ということで、じゃあ2つ目いきます。はい、今度は、妖怪です。はい、はい、寮で働いた、怪力巨女の秘話、千葉の民話に残る妖怪ウミンバということで、ウミンバってご存知でしたか。いや、
うん、聞いたことないですね。いや、ヤマンバの逆よ。ヤマンバの逆なんです。山だからヤマンバ、海だから海だ。海ですね。はい。はい。ウミンバは、千葉県の銚子に伝わる、民話に登場する妖怪、まあ、あるいは怨霊という、言われている、全国各地に伝承が残るヤマンバに比べて類話がない極めて珍しいものであり、イワシ漁で栄えた銚子のこれは外川と書いて戸川ですね、はい、に伝わる秘話として知られている。およそ200年前のこと、紀伊の湯浅出身であるお札という女性がいた。彼女は身長が2メートル以上あり、かつ怪力の持ち主でまるで相撲取りのようであったという。彼女は、日立や意外ねのイワシ漁船の、まあ、船頭をしており、後に戸川の浜の網元である大名や次郎右衛門の下で働き、彼女の働きで活気がづくようになったことを評価され、御妻として迎え入れられた。戸川では、調子で最も戸川は銚子で最も早く港ができた場所であり、1656年に、紀州の崎山次郎右衛門が開発、紀州から多くの人々を呼んで町を築き、イワシ漁で栄えたと言われている、はい。さっきの、大名や次郎右衛門も、まあ、紀州の出身者であると。ところがある年に、不良となってしまった。仕事がなくなってしまったことに嫌気がさしてか、次郎右衛門はお札を置き去りにして紀州に戻っていってしまった。残されたお札は精神を病んでしまい、また仕事のなさから酒に溺れ暴れ回るようになってしまった。手をつけられず業を煮やした村人たちは相談し、彼女を桶に入れて沖へ流してしまった、まあ、これは砂浜に埋めてしまったっていう説もありますけれども、はい。しかしその後、お札の命日である3月8日に決まって海が大しけとなってしまい、漁ができなくなってしまう事態が起こった。お札のたたりではないかという話が村人たちの間で広まり、その後お札の供養塔を建ててウミンバとして祀るようになったという。銚子電鉄の終点戸川には現在も戸川港大名屋 お札供養塔が現在でも残り立っている。どこに立ってるのかな。俺戸川行ったんだけど分かんなかったな。一応今まだ残されてるっぽいですね。駅からすぐ近くのとこにあるみたいですね。あ、そうなんだ。はい。また行ったとき見てみようかな。はい。なんかかわいそうなお話と。ヤマンバに習って字で起こせば、まあ、ウミンバとでも表記できるだろうか。しかしながら、圧倒的な知名度と伝承が数あるヤマンバに比べて、先にも述べた通り、ウミンバというのは非常に珍しい。まあ、これは、以前にどっか調べて先生が語っていたように、まあ、ヤマンバと同時に、その、どちらとも豊穣の象徴として祀られていることに共通点があるというふうになっております。うんうん、で、また、伝説によると、さらに気になる内容が伝わっている。桶に入れられ、海に流されたお札は、現在の茨城県神栖市の、波崎、波崎にその遺体が漂着し、哀れに思った地元民によって、この地にある宝禅寺に葬られ、墓が今も残されているという。はい。ここで思い起こされるのは江戸時代に起こったと言われる、まあ、うつろ舟事件。うつろ舟事件は1803年に、日立国の浜に漂着したとされる奇妙な乗り物の中から異国の格好をした女性が現れたという奇談であるが、近年、この漂着死がこの神栖市の、波崎の浜であることが判明し話題となった。お札を入れて流された桶と、うつろ舟の漂着地が同じ場所であるということも驚きだが、なんとお札が流された時期は、うつろ舟の漂着と、まあ、1年違いっていう非常に近い期間だったと、はい。双方の伝承が何らかの関連があるのか、それとも両者が同じ出来事に基づいた説話であるのか、なんとも興味深い話であると。当時女の人は死刑にならなかったんだよね、あんまり。首を跳ねたりしなかったから、そのまま海に流したってのはしょっちゅうあるんだよ。だから別に海に流される女の罪人が海馬だけだったってことはないので、まあ面白い説だけど、俺は別人だと思うね。まあ、そういう、なんていうか、まあ、別々のところだけど、なんか事情がちょっと似ている、罪人とかそういう。罪人流す癖があった、昔から。じゃあ、それに類した形が、まあ、いわゆるたまたま同じところに流れ着いたみたいな。
うん、ちょっと流れ着いてたよね。っていう感じですかね。うん、なかなか、そうですね。はい、ミンバって、そうですね、ほんと聞かないですよね。ここだけでしか聞いたことないですね。うん。はい。うん、ていうか、私、あの、最初の、あの、身長2メートルの女性っていうので、うん、すごいびっくりしましたよ。今で言うと、ないですかね。今で、でも今はね、バレーボール選手とかね、バスケットボール選手。2メートルあります？いるんじゃないですか、2メートルの人とか。まあ、外人だと言いますけど、日本人では。そうそう、2メートルも行ってる人いますかね。ちょっと女性では思いつかないですね。日本では230が確か228か、うん、なんか岡山隆さんっていう方が元バスケットボール選手で、はい、その方が日本一っていうので背が高い。いや、そんな、はい、岡山っていう選手のことを知らないだろうっていうことを前提で喋られて俺ら当然知ってるんだよ。いや、私はただ思いついたこと言っただけですから、ね。いや、だから、うん、あの、新山にとって岡山選手ってね、うん、非常に新鮮なものだと思ったんだけど、うん、俺らの世代から言うと、うん、バスケットの岡山っていうと、うん、今の大谷みたいなもんなんですよ。やっぱ相当すごかったんですね。そうなんですね。相当すごかったんだよね。そんなに、うん。やっぱ身長の方も話題になったって、あまりにも大きいっていう。うん、うん、それは当然話題になったよね、うんうん。でもあんまり、大きすぎると体を動かせないっていうのはやっぱありますよね。ね、あると思いますよ。あとね、そう、それで、八尺様のね、人形が今、ビンビン店で飾られてるじゃないですか。で、八尺様って私のイメージとしては、なんか、ハイカラな、すごい背が高い女性って思ってたけど、あれで見て、なんか怖い顔のお人形が置いてあって、八尺様ってそうなのかなって、ちょっと、ね、びっくりしましたけど。どうなんでしょうね。まあね、それはその作った人の感性になりますから、ね、うん、そうですか、うん、そうそうそう、すんごい美がされまくってますから ね、 あ、そうなんですね。あのイラスト描く人たちが好き放題八尺様とかイラストを描いてますけど、うん、そうそう、背が高くて本当にハイカラなファッション、ね、うん、めっちゃくちゃ可愛いとか美人とかで描くんですよね、うん、美人じゃないかもしれない、はい、かもしれないですけどね、うん、そう、あとなんか海のね話で海南法師とか思い出しましたね、うん、その日は海に出ちゃ、海っていうか外に出ちゃいけないとかっていうね、うん、あれってなんかあれですね、島ごとにちょっとディテールが違ってるみたいですね、伊豆七島でそれぞれ島ごとに違うんですよ、うん、へー、うん、っていう話です、ね、そうなんだ、面白いですね。結構ね、あの 島によっては怨念様とかいうのがあって、うん、怨念様は、うん、あの怒りの上に腰を座ってるんですよ。怒りの上に座ってる、腰を座ってる、うん、はい、で、あ、動かないなと思って、うん、船にこう、うん、船から飛び込んでみると、うん、あ、怨念様が座ってるって言って、うん、あの、怨念様、どうぞお帰りくださいって言わないと、うん、逃げてくれない。へぇ、まあ、そういうね、島ごとにちょっとずつ違うバージョンがあるんですね。はい、うん、面白いですね。そうですね、うん。そうですよ。はい。ということで、アトラスニュースからは以上となります。はい。ありがとうございます。ということでね、終わっていきますよ。今、ドーンと上でした。そう、なんかね、さっきからなんか音が聞こえて、どっから聞こえるのかなって。思ったんですよね。隣の激しいでか。あの、方向的にはそっち側だと思うんですよ。激しいがヘッドバットしてるんですか。さっきからなんかドドドドって音も聞こえましたし。なんか、隣のが上からっていうのはよくあることではあるんですけれども。ね、あとね、まあ残業とかしてるとね、ラップ音みたいのが聞こえたりしますからね。ここは。ね、聞いてるんですか？なんかね、聞こえるけれども、もうそんな構ってらんないぐらい忙しいとか言って、うん、構ってないですね。意外と、うん、意外と聞いてるけど気がつかないんだかもしれないですね。そうそうそう。うん。うん、そうそう。だからなんか気のせいとかね、うん、自分で思うとしちゃうんですよね。なるほどね。はい。はい。お便り待っております。お便りの宛先は、徳島5566 @yahoo.co.jp、tokushima5566 @yahoo.co.jp までお寄せください、この人とコラボしてくれとかですね、この霊能者の鑑定を受けてみたとかですね、まあいろんなネタで構いません、お待ちしております。まあ不思議な話いくらでもありますね、奇妙な話も待っておりますので、山口敏太郎までお寄せください。はい。このあたりにしましょうか。はい。オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。
それじゃあ皆さん、次回も不思議の世界であなたとランデブー。山口敏太郎です。それでは皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイバイ。